ベルさん、夜な夜な夜釣りしてそんな釣り楽しいっすか。お前腕がいい。配達料3倍ぐらいですよ、ね、夜中に何配達してんのかな。いかにもいかがわしい感じなんですけど。そんなんじゃない。なぜ早く。クーラーボックスの中身は知らなくたっていけないもん運んでんのは分かってんだ。こんな美味しいバイトがあるなら言ってくださいよ。話聞かせてもらおうか。叩きが筋もんの言うこと聞かねえとは悪いことが起こるんだぞ。俺が何も知らねえとでも思ってたのか。なあベル、俺の仕事辞めていいのか。おい開けろ。いるんだろ。おい逃げろ。これは俺の問題なんだ。耐えろ。あんたが俺を必要としてくれたから運び屋やってたんだ。